皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はコストコから購入してきた新しい商品、新商品です。これウォールナッツパルメザンブレッドって798円なんですけど、見てこんなに大きいパン、これをねご紹介したいと思います。早速ね中を開けてみたいと思います。表示の部分はねこんな感じになっています。名称とそれと 100g あたりが熱量が 300kcal、 結構ね高カロリーですよね。糖質100、タンパク質 11g、 脂質 14g、 炭水化物 35g、 塩分が 1.0g って書いてあります。で798円で、これ6日に買ってきたんですけど賞味期限が2日ほどあります。8日、ギリギリ今日間に合いましたので今から開封します。さあ中身がどんな感じかな。中身がねめっちゃ大きいですよ。こんな感じ、すっごいねチーズの香りがします。結構ねずっしりしてます。ずっしりしてて端っこから切ってみようかな。これね一人で食べるには結構な大きさなので冷凍した方がいいかもしれない。適当な大きさに切って、あすごい中がねくるみがたっぷり入ってる感じ。中こんな感じです。もう切ってるとチーズの香りが漂っていて、くるみがねびっしり入っていますよ。なんか体に良さそうだけどカロリー高めっていうか複雑な感じのパンかな。どうだろう、このままでもね美味しそうな感じはしますけど、ちょっとハード系の感じ、あのちょっと固めのパンになってるみたいなので、スチームにかけてもいいし、そのまま焼いてもいいし、これの上にねチーズで、ダブルチーズでチーズを置いて焼いてもいいかもしれないです。結構大きめだからね、1枚が食パン1枚分より大きいかもしれない。かなり高カロリーなのかな。お食事パンって書いてあったので、お食事の代わりに食べれる、ご飯の代わりに食べれるパンという意味かな、お食事パンっていうのはね。はい、こんな感じです。結構ねしっかりとこんな感じでいい感じで切れました。めっちゃ大きいですよ、めっちゃ大きい、こんな感じ。はい、でこれはちょっと何枚か食べて、あとねラップに包んでジップロックに入れて冷凍したいと思います。まずはちょっとこのパンをねそのまま食べるのと、チーズを置いて焼いてみるのとね、2種類ちょっと食べ比べしてみたいと思います。こんな感じでちょっと焼いてみました。1枚はチーズを乗せてみて、あと1枚は半分に切ってそのまま素焼きで焼いてみました。ちょっとね横にお野菜を添えてあげるといい感じになります。はい、早速食べてみたいと思います。こんな感じでねいい感じで焼き上がりました。お野菜をねちょっと添えるだけで全然違いますよね。じゃあまずねこのパン何もつけないでね食べてみます。くるみがねいっぱい入ってる。もう切ってる時もね思ったんですけど、くるみの油でバターはいらない感じがします。若い方とかはねバターとかジャムとかつけても美味しさ倍増っていう感じかもしれない。でもちょっとあの年配の方にはねこれだけでお食事パンになる感じ。それとこれねチーズを乗せてみたんですけど、このチーズがね最近ハマってるこれ3層のチーズ、贅沢3層のチーズ、これがねクリームチーズとチェダーチーズが挟まってるんですよ。3層になってるの。これをねこのパンの上に乗せて焼いてみました。これがねこのチーズ普通のパンにつけてもねめっちゃ美味しいんですよ。これだとねもっと美味しいのかな。美味しい。これねチーズを乗せてもチーズが入ってるんですけど、すごいチーズの匂いがするんですよ。チーズが入ってるんだけどチーズを上乗せするとなお美味しいです。めっちゃチーズ感がする。それとこれねコストコで買ってきた1個ずつの個包装になっているオリーブオイル、このオリーブオイルってねもうあのすごい新鮮なんですよ。1個ずつがねこうパックになっているので、こういう風に封を切って新鮮なまま使えるんですよ。なのでこのオリーブオイルをつけてみます。どうだろう、パンにオリーブオイルはね合うからどうですか。オリーブオイルとも合う。これねそのまま素で食べても美味しいし、オリーブオイルをちょっとつけただけでも美味しいし、カロリーが気になるんだったらね油はあんまり使わない方がいいんですけど、ちょっとね旨味が増す感じです。これとっても美味しい。であと
一人でね、こんだけいっぱい食べきれないと思うので、そのままこうバクリとね、食べてみたい気はするんですけど、ちょっとあの大きなの1個はね、無理なので、冷凍してみます。で、これね、飲み物はコーヒーがめっちゃ合います。紅茶でもいいのかもしれないけど、私はコーヒーの方が合うかなと思います。このくるみと、このチーズとバターも入ってると思うんだけど、すごくこれ何もつけなくてもいけるので、コーヒーがね、とても合います。カフェオレでもいいかな。ちょっと甘いものでも、何でもこれ合うと思いますよ。コストコで4月の6日にお買い物に行って、新製品としてご紹介されていたので、すぐ購入してみました。これは、あのちっちゃいのよりも大きいのの方が、ちっちゃいとあの皮の部分がいっぱいになるでしょ。大きいパンだとこの面の部分が結構美味しいところがあるので、耳派かあの内側かで変わるとは思うんですけど、くるみがいっぱい入ってチーズもいっぱい入ってるので、こんな感じでチーズを乗せて焼いてもいいし、これサンドイッチにしても美味しいと思います。サンドイッチに中にこういうあのレタスとか挟んで、あ、ちょうどよかった、レタスとかトマトとかをこう挟んで、こう上からこういう風に挟んでも、あ、映える、こんな感じになる映えもいいですよね。映えもいい、美味しい、うん、美味しい。なのでいろんな用途に使えると思います。あとはラップをしてジプロックに入れて冷凍してみます。パンはね、冷凍してても焼き戻すととっても美味しくなるので、これは6日に買ってきて、今日は8日なのでギリギリ賞味期限ギリギリなんですけど、冷凍する場合は買ってきた日にした方がいいのかなと思います。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。